気持ちは早いよ、入れるよ。そういう時の書籍停止なんだ。おいしそうやね。誰が持ち込んだの？お前だろ。すげえ伝染力だな。おはようございます。気分はどうですか？気分はどうですか？ご飯食べれそう？まだ微妙なの？ねえ、友達から LINE 入ってきとる？あやさん今日休みなのって。いや、ない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 。インスタのダイレクトメッセージに入ってきとるで、友達ですって言って、あのあやさん休んだみたいですけど大丈夫ですかって入ってきたらさ、誰ねって言って、あやさんのアカウントじゃないからさ、なんかやろ？あの子インスタやっとんの？らしい。でも全然違うやろ、昨日と今日じゃん。うん、今しだけど。一日頑張れそうなの？とりあえず朝ごはんです。昨日と同じようなメニュー食べてます。あの演技しんでいいよ、さっきまでめっちゃ食っとったで。知ってるよ、知ってるよ。はい、あの食欲徐々に戻りつつあるんだけど、体だるいってことで今日も休みます、うん、初めてじゃない？うん、ガチ病気で。あ、違う、コロナの時もそうか。あれも病気か。どうですか、胃腸風邪？誰からもらったんですか？もう胃腸風邪は嫌やね、うん、毎年この時期じゃない？誰かさ運んでくるね。だからあの一人がなったら回避しなあかんねって。で今回さ、あのトイレでやったじゃん、カノさん。でそのトイレに一番最初に入ったのさママだけどさ、その次入ったのあやさんなんだよ。だってさトイレ何時間も行ってなかったよ。外にトイレあったの？外まで行きたくないやん。はい、ということで今日もお休みで、でママたちお出かけしてこなあかんねよ、冷蔵庫空だから、うん、おとなしく寝とれるやろ、うん、山の向こう側まで買い物に行かなきゃいけないけどさ、田舎すぎて、うん、なんか食べたいものあったらリクエストして。うん、はい、ということで一日ダラダラ過ごしてください。ママ、おって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 、ゴロゴロ言っとるやろ。私もずっとゴロゴロ言っとるでさ、飲んどいた方がいいよ、成長剤は。ほんとあの山間みたいな髪型に。見といてみ、昨日のあれゲーム時間やってるよ、多分あの子。だって姉ちゃんかよかったって言っとったもん。あれでやってなかったらよっぽど偉かったやろなと思うけどさ、ログインとかしといてみ。今日はもう30分もホームページ行っとる。なんの？わからん、それはわからん。勉強していきます。やだ、勉強終わります。バイバイ。あ、傾けたらあかんかと思った。なんか髪の毛ぐちゃぐちゃ。
いる？いる。どっちやと思う？ね、傾けたよ。めっちゃ傾いてるよ、それ。ねえ、ワンザイムス。冷蔵庫閉まっといて。冷蔵庫閉まっといて。なんか、ダイヤ。お土産やって。食べるの？食べるよ。かなり顔色良さそうですね。ちょっとあるね。お菓子食べたい。食べられへんかね。うん。これ昼から学校来てんだねってちょっと思ったやろ。いやいや、5、6時間行っても意味なかった。でも出席には入るよ。遅刻になって。遅刻はいい。パパと同じこと言うな。遅刻と欠席やったらもう欠席の方がいいんじゃねえ。欠席に。おやつ食べんの？食べるよ。下行ってさっさと食べてきや。うん、ええー。早く来たら早く取られるよ、ケーキ。完全にいいな、あんた、一応。食べてない。はい、はい、すいません、はい、失礼いたします。スエリシャも危ねえ、ここはあったい、でも英語に数学、英語これあれやろ、単元テストあるやろ、うん、多分やらなかったです。さん学校も大変やね、こうやって毎回なんか電話かけてこなあかんなんてね、めっちゃ久しぶりピョンピョン今日見た気がする。残念だ、ラブに来てなあ、はい、はい、あの弟のさ、湯上がり姿見て笑うのやめてください、ド変態です。はいはい、準備してよ、お風呂の。口もごぼごさせんのやめて、気持ち悪い。どう？2日間の胃腸風邪生活は。え、体重めっちゃ減ってびっくりした。だって食べれんし戻すし、そうだからいかに食べとるかやって。ママは1日半食べれんくって 1.5 ぐらい減ったかな。今まだえ、でも今も水分飲んどるで 500g 戻ってるけど、やっぱ夜ご飯とか昼ご飯とかって基本ご飯あんまり食べれないね。だから究極のダイエットでも言えるよね。やりたかないね。コロナとかの関係じゃなくてガチで病気で休んだっていうね、うん、あ、コロナも病気なんだけど、失った後はもう何もない。もう3日休もうか4日休もうか休み休みやけど、今は休めない時期なんだよね。うん、テスト勉強で。そう、今は一番すんな、もうこれから休んでいいって時にさ休んだ。そのさ、タイミングいいよね、めっちゃ見計らったかのようにさ、風邪拾ってくるからさ、やっちまったな。あなたでしょ、うん、あれだよね、絶対原因あれだよ、あれだよね。あとは、はい、ここであなたの昨日と今日使ったスマホの履歴出します。ずっと寝転んだったで、せーの、じゃん。すごいね、これどういうこと。昨日は、昨日は YouTube と、うん、え、なんか倒れて寝るわにはプロセカがめっちゃ多いんだけど。違います、違います。ちょっと、うん、あの、吐き気の飲んで、あの、楽になったんですよ。うん、で、あの、ログインボーナスのライブやられた吐き気で。あの、ログインボーナスぐらいだったら、うん、そんなかかんないはずじゃん。あの、オートモード、あの、なんて言うんだろう、イベントが最終日だったんで、ちょっと、オートモードで効率よく走ったんですよ。倒れてる時は休みなさい。オートモードだって叩いてない。基本さ、あの YouTube も見ずにぐったりしといてほしいのに、うん、だから午前中ぐったりしとったやんか。
もう絶対さ、目ギンギラギンに見開いてやってたなっていうような形跡が残ってました。逆に今日はあの YouTube よりか調べ物が多かったみたいです。うん、まあ、私外出行ってたんですけど、あの子何調べとんのこれとか、国語っす、オアナイズはい、あの休んでても勉強はしないといけないみたいです。あの基本は携帯は2回持ってかないって言ってたんですけど、この風邪ひきの時です、風邪ひき時だけはね OK 出してたんですけど、まあひどい使われ方してたってことだけはひどいひどい使い方してないって、前半ひどい使われ方してママでさえくたばっとったのにさ、あやもくたばっとったやんか。だってさ、あやさんさ吐いたさ、その日の夕方から普通に食ってたからさえ食べれるのってママ1日食べられんの、1日どころか、うちママと違って戻しとったやんか。ママだって元からほとんど食べてなかった状態であれだから、いや私夕ご飯食って、しかもね食べた量がね尋常じゃない量食べたって、パカラ報告。いや尋常じゃないことはないよ、だって普通におかずでさ、その後カレー食べてさ。いやあのね12時ね勉強頭で普通やったんやって、そう12時まで起きてたのはママ知ってます。で寝たんやって、うん、さ多分2時くらいに起きて、なんかこんなあれこれ明日からご意見なっちゃうんだでもね、わかるよね、胃腸風邪ってなんかやばいかもしれんって言って、しかもさ、今回の胃腸風邪さ、吐くだけじゃなくてさ、その後が大変じゃなかった、なんかさ、至る所のさ、関節が痛くてさ、ほんと胃腸風邪痛かったなでも、お医者さん行ったら胃腸風邪って言われたもんね、うん、病院で吐いたしね、うんママはちなみに病院に行かずに治しました。怪物がいる、怪物、あね、胃腸風邪のもらえる薬っていうのはね、その場で治る薬じゃないんだよ。あ、聞き止め全然良くない、うん、あれ残しとくべきよ、うん、だからもう飲まんでもいいやろ、うん、成長剤飲まな、うん、成長剤は飲まなあかんけど、てか基本的に最後に飲んでくださいって言われてるけど、吐き気止め、吐き気もないのに飲んでくるつらいな、関節痛が一番辛かったけど、全身あれ本当に痛かったはい、ということで皆さんも健康には気をつけてください。あやさんの前髪メリディウサです、かけてない、僕と同じぐらいや、うん、明日はかけるよ、車で、うん、明日車なんですよ。おいおい、これはダメだ、今の映ってないの、え、これはダメだ、これはダメやで、お前らそれダメや、何回するのダメや、うーん、ダメ、ダメやったか、あのめっちゃもう吐きそうになって、ほらやっぱり我慢して、うん、あの全然おはようございますと元気なのバレて速攻保健所に行かれたとりあえずあの速攻多分病院だと思うので、あった病院カードどこに下ろせるの、はい、2階です。何時から病院？9時からです。まだやんなら、うん、だからここにおるか、ちょっととりあえずこのイランも外しとけ、まず、うん、あの体操服汚れるというかで着替えなあかん、今日は無理だよ。